かかります。ロチマ T リーグ2019-2020シーズン、2位の TT 埼玉対4位の岡山リベッツ。第1マッチはダブルスです。岡山リベッツは森薗三部という全日本選手権で優勝したことのあるペア、 TT 埼玉は松山高見という愛工大のペア、こちらも全日本選手権準優勝の経験があります。ダブルス接戦になりましたね。そうでしたね、もう激しい打ち合いで、まあ、激しい打ち合いに持っていったらこう埼玉有利っていう見方をしてたんですけれども、まあ、やっぱりそういう展開になってしまいましたね。はい、やっぱ岡山ペアはもうこれ2ゲーム目を逆転、もう5連チャンで点8リードってところまで逆転しましたから、そのまま押し切ってなかったんですけどね。はい、ゲームカウント2対1で埼玉のペアが勝ちました。第2マッチからはシングルスです。全日本選手権準々決勝の再現となりました。 TT 埼玉キャプテンの陣拓也、岡山リベッツは吉田正樹です。全日本選手権では吉田が勝ちました。今日も第1ゲーム第2ゲームは陣がものにして勢いはすごかったですけどね。そうですね、やはりもう僕も試合をこう見てて、もう本当に第3ゲームの前半に、まあ、こうやるべきことができなかった陣で、そこを食らいついた吉田が、もしかしたらこれ逆転があるんじゃないかなというふうに思った通りの展開になってしまいましたね。はい、ゲームカウント3対2で岡山リベッツ吉田が勝ちました。そして第3マッチは世界選手権団体戦の日本代表、岡山リベッツ森薗政孝と、そして TT 埼玉はスウェーデンの、まあ、天才と呼ばれている17歳のモーレゴード。これも見ていて面白いゲームでしたね。そうですね、もう天才と言われているか天才ですよ、本当にもう多彩な技だったりとかいろいろなプレーを見せてもらいました。ただもうそれをやっぱ我慢して食らいついてた森薗が最後の最後に自分の良さを出しましたから、はい、もう本当にもう頼れる日本代表だと思います。はい、まあ、しかしあの T リーグで嬉しいのはこういった外国籍選手がもう本気でこの日本のチームのために戦っているという姿ですよね。そうですね、もうあの若いモーレゴードにとってはもうこういう試合を積み重ねていることが、まあ、勝っても負けてもどんどん力になっていくと思いますよ。はい、ゲームカウント3対2、ゲームオールデュースで森薗が勝利しました。そして最後の第4マッチは岡山リベッツ吉村和弘、そして TT 埼玉は松平健太でした。これももう本当に吉村の強打が入るのか入らないか、大変なゲームでしたね。そうですね、まあ、それだけ本当にギリギリのところであの狙って打ってたりとかっていうことがあると思うのでですけども、最後ちゃんと帳尻合わせてやっぱ入っていきましたからね。さすがですよね。ゲームカウント3対2。